死んだ。よし。え、10時になってる？ほんとだ、18時って言ったつもりだったんだけど、すみません、誤字ってました。今から始めます。いや、もう始まってるけど。よし。よし、こんばんは、仰天ゆりなです。22時だと思った。いや、それは22時って書くけんね、完全に私の18と0が、いや、まあ8と0が似てたのかもしれないですね。すいませんね、めっちゃ18やと思って、うわ、今日はちゃんと十何分前に告知したわって自分で思ったんやけど、したわ、間違えたと。え、動いてない、もしかしても。ついにぶっ壊れた？ついにぶっ壊れた？ついに壊れたな。かわいそうに。他の人は？ああ、ダメなんや、もはや。もうダメなんや。重い、重いんじゃない？星全部食べたのに。重いんじゃない？最悪すぎる。何が重い？だってショールも重いやん。めっちゃデータ使わん？通信量？悲しい。ピエンですな。え？ Wi-Fi 切ったらいけたんやけど。Wi-Fi の問題かも。10時半から配信ってインスタに書いてたんだけど、え、待って、インスタ更新してないけど。キリちゃんのピンの目かわいい。私は羽ピンかわいいっしょ。でしょ。いっちゃんかわいいと思ってんねん、私も。でもさ、羽ピンってどうしてあんなになくなるんやろね。めっちゃ行方不明になる。すーぐ。すーぐ行方不明だよ、ほんと。でも羽ピンってマジでなくしやすいんですよね。そうそうそう。そうそうそう、なんかしまったはずやのないんですね。いろんなとこで使ってるからかもしれない。家でいるときはマジでこの羽ピンでどうにかなるん。
マジで楽。うんうん。6日サムネイル公演出るんだねだって。あ、そう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 、そうなんですよ。6日出ますね。意外に早くてびっくりしました。なんかもう出ないって思ってたんですけど、なんか意外にも出るっぽくて、まあ、でもそっから以降出ないですけど、そう、うん、そっからは出ないですけど、うん、6は出ます。そう、覚えてるかな、ちょっと覚えてないかも。まあ覚えてるでしょう、きっと。って思ってます。シジミナゴンロスです。だってそんな人いんの？シジミナゴンロスになる人とかいんの？マジ？ありがとう。あ、そう、シジミナゴンロス初めて聞いたわ。そんな人いるんだね。いや、もう嬉しい限りですけどね。なかなかそんなことはないですから。いやー、めっちゃキャラ濃かったもん。それな、マジでそれな、ほんとそれな、めっちゃじゃそれなんやと思いました。確かに。確かに確かに。まあでも、まあ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 、でもね、結構ね、きつい役多かったですからね。
それはそれだったかも。ああ、マジ似合ってた袴。嬉しい。なんて言うんだっけな、ああいうの、飼い殺さんじゃなくて、か、飼い殺しさん、からかいさん、なんだっけな、なんかそういう感じのやつなんですよ。あ、そう、ハイカラさんらしいよ。ハイカラさんらしい。ハイカラさん、ハイカラさん、てれれねんてててんててててんてんてててててんてて。あ、今浅いチーム B やってんじゃん。今日劇場公演なんだ。なんだろう、よくわからない。なんだこれは。モフモフのなんか服着てる。全員曲か。なんだろう、全然わからん。知らない曲かもな。イベント出ないんだね。だって、うん、出ないよん。なんだろう、何の曲だろう。わからないな。何、春一番が吹く頃。あー、曲全然わかんないけど題名だけ知ってる。なんかめっちゃいい歌っていうのだけ知ってる。誰かが言ってたらね、めっちゃいい歌で好きみたいな。それはわかるけど、だからね。あ、さきさんが出てる劇場に今度さっきさんと一緒に舞台やりましょう。ずっと舞台やられてますもんね。あー、なんか着替えてる、着替えてる。すごい、なんかヤンチーみたいな格好になっとる。あ、これさ、前さ、ゆうなむぎゅんチャンネルでさ、あの、なんか早着替えで誰が一番早く着替えられるかチャレンジみたいなんでさ、競い合ってたやつじゃないの衣装だよね、多分。じゃない、違うかな、多分だ、そうだと思うんだけど。なんか早着替え、誰が一番早く着替えれるかみたいなんでかけてやったやつのやつだわ。合ってるよね。みんな知らない？知らないか、みんな。それだと思うんだよね。合ってると思います。ね、絶対そうだよ。でも全然わからないわ、曲。
てるからあんな服がもごもごしてるんだわ。へえ。明日が僕隊なんだって。続いてやってるんですね。30が逆上がり、29、16、新橋、16、新橋。あれ26なんだ。26から29に飛んでるんだね。ゆりなちゃんが出る僕とみたいです。ゆりなちゃんには声かかんないと思います。だから前も言ったじゃん、エイトは兼任してるからさ。かかんないと思う。兼任してない人がね、優先だからね。てか雫やらなさすぎて、もう雫忘れたんだけど、いつからやってないんだろう雫。しずくいつからやってないんですかね。絶対覚えてない。もう覚えてないぐらい前ってことですね、きっと。アプリ固まったんだけど、 DMM が固まっちゃって、ああいうな。最後の元彼出したっけ、ちょっとだけ見てないんだわ。もう終わるけど。だからだからだから、あ、もう一番最後だったわ。何何、だからだからだからじゃん、だからだから何、だからだからだから、終わったわ。これね、あの黒かと思ったらカーキーなんだよ、カーキー。意外にもズボンに縦ラインが入ってた、驚いた。髪可愛くなってるねって、ありがとう。もともと可愛いけど、もともと可愛いけどね、ありがとう。髪に可愛いとかあんの逆に。初めて言ったんだけど、髪可愛くなったね、初めて聞いた。可愛い髪型してるねとかは分かるけど、髪可愛くなったね、初めて聞いたわ、その例え。面白い、受ける。4月5日が最後だったって、やばくない？もう2ヶ月経つじゃん、もうちょっとで、あとちょっとで1週間ぐらいで。
本当に熱いこの人。可愛いけどね、めっちゃ可愛いけど、意外に靴もね軽いんだけど重いんだよね、厚底だから。可愛いんだけど重たいんだよね。靴としてはねそんなめっちゃ重いわけではないんだけど、でもやっぱ厚底の分がどうしても重い。初めて履いたけど高すぎて、めっちゃ重いわけじゃないんだけど遠心力で重たい、靴の遠心力。踊ると意外に重たすね。ランナーズハイの一番最初のタタ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 の足のタタタがすごいやりづらかった、びっくりした。でもこの衣装めっちゃ可愛いんだよね。ちなみに残念ながらゆりなちゃんはピンクじゃなくて水色でした。水色？なんか黒？何？青か。なんかさ、これさピンクの人とさ水色の人いるじゃん。うちは水色の人でしたね、残念。ピンクが良かったけど。私あんまり感触似合わないんだよな。なんなら赤が良かった。赤なんてないけど。でもこの衣装さ厚底だしさ、スカート短いしさ、スタイルよく見えるんだよ。めっちゃお気に入り、超かわいい。サイズの問題？いや、シンプルに私のイメージがピンクがないからだと思う。ね、めっちゃかわいいよねこの衣装。後ろにさ、これサムネイルって書いてるんでしょ。いっぱいワッペンついてるし、めっちゃ可愛い。可愛くない？そう、どうなんだろう。私は可愛いってめっちゃ思うんだけど。でもシンプルにこの辺ぐらいからきつい。じゃ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 ん、ジャンプ、じゃん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 、タンタンタタン、じゃんじゃん、うん、はいはいはい、じゃん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 、はいはいはい、タン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 、絶対に、あ、自分だわ。何歌って、何やってたんやろと思ったら歌ってるわ。タモ愚かなりそうさ、え、それだけ、タンタンタンタタン、じゃじゃ、うん。一番でもここきついのはもうやっぱあそこでしょ。勝てねえ、金ねえ、さな夢もねえ、ねえでが死にそう。ねねせね夢もねねねで諦めて後悔ねえか、まだまだまだもっとやれんじゃね、ドゥワンツースリー、もうマジでここは本当にあのマジで死にそう。めっちゃ死にそう。サビまでやってさ、そっからさ勝てねえ金ねえでマジで、しかも結構早いやん口、マジできつい。勝てねえ金ねえさな夢もねねねで諦めて後悔ねえか、まだまだまだもっとやれんじゃねまではいける。でもさ、ドゥドゥワンツースリーフォー、ここがきつい。ワンツースリーフォーってなる。いつもしかも初日は緊張してたっていうのもあって、あんまね、いや呼吸がね浅くて、緊張してるせいか吸える息が少なくてね、結構しんどかった。金はないです。え、そうなん、私も一緒や。これはレスでもやりましたね、バンドで。でも踊ったの初めて。
レセでね、一回やったけど意外に難しい。ワン、ツー、スリー、フォー、タン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 、タタタタンタン、ズン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 。こっからすぐ立ちます。はっ、じゃじゃーん。これは可愛い歌だよね。大好き。ついに私明日から舞台のお稽古始まります。明日は顔合わせでございます。やばいんだけど、マジで緊張しかしないわ。ねえ、めっちゃ目かゆい、鼻かゆい。え、これオープニング終わりだっけ。ランナーズハイで、いや、口紅に Be My Baby があるかね。ビルにビーバイメイビーはもうほんときついよね。ここは後半がマジできつい。唇にビーバイメイビーってずっと飛んでるからね、結構きついよね。あれずっと、わかる、ずっと飛んでるから。二人スマホを聞いていた。ユニットだ、ユニット。くなんだっけ、私の代わり今出てこないんだけど、か車、車、車、車がか、あーがあーいてーのとこないな、なんだっけ、バスがだ、揺れただ、勢いでだ、君へ傾いた体を立て直す瞬間だ。あー、すっきりした。なんだっけなと思ったわ今、自分の歌あれだったから一瞬焦った。なんだっけなーってなった。ユリーさんのコイントスめっちゃ好き。よし、あー動かねえ。あ、来た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 。来た来た。めっちゃカクカクやけど、あいか。よし。マジで本当、もう本当勘弁だわ、勝手に Wi-Fi 切れんの。でもさっき言ってたことで何一つ聞こえてなかったよな。まあもう一回は言わんけど。もう一回言わんけど。ねえ、もうほんとどっちかの電波がいいとどっちかの電波悪いんだけどな。チャララ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 ラ新しい希望と勇気をくれるんだ。チュ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 。意外にさ、これさ、できない人いるよね。綺麗に伸ばせない人。これ。意外にこうなる人とかいるよね。
太陽の昇り窓に反射して。あ、できない人めっちゃ多いんだけど。え、ベースやってたから。いや関係ない、普通にできる。こうやってできないんだって。これが伸びないんだって。いや違う、こう、うんうん、そう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 、できる。あ、ここちゃんと折って。そうできるよな、これこうなるんだな。ちょっと前には折るけど薬指。でもなんか手に集中させとったらできる。これなんか手に力入れてないと。でも釣りそう、薬指釣りそう。でも一緒なんよこんなん。釣りこれだから、ダンダンダン、はい。でもね、うん、左むずい。え？左むずい。ああわかる。なんかさ、こっちはさダンス踊っとるけんさ柔軟性あるけどさ、こっちはさダンス踊らんけんさ、ずっとこうマイクやん、ってなるとさ、マジでこっちの手の振りになると急にぎこちなさが出る手に。そうなんかいつもはもっとこっち柔軟性が高いんやけど、こっちの柔軟性は本当にない。でも利き手左やんのに。え、うん、だって使わんもん、ずっとマイクやし基本。そうやけど利き手左やけど左使わんもん振りで、うん、だから普段使う。最初はこっちの振りの方が違和感しかなかった。え、でももう逆にこっちの振りの方が違和感しかない。お難しい。続けろまでも、はい、ゼロから始められる。どんなマイナスも途中経過、ああすればよかったと、はい、後悔をしているなら過去なんて忘れて、自分に言うんだ、今日をやればいい、いい、チャ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 。もう絶対できない。かっこいいけど、マジでこの2人安定してるよね。エアマチナルもさ、ミッサーは全然安心できるよって言ってた。いやマジでそれな。あ来たよ来た。マジで一番リハの一発目が一番うまかった、私のこの歌いだし。で一生懸命練習しすぎたら崩壊してきて、あれあれあれみたいな。結局もう なんか練習ができな、練習したらどんどんずれていってさ、結局さ、あもう何も考えないでやった方がいいかもね。マジでウケるんだけど、ね、考えれば考えるほどできんくなっていったって。まあでも私よくある、それ。本番前に練習しすぎて結局よくわからん、分からなくなっちゃう。めっちゃここ大好き、どうしてでしょうかっていうとこ大好き。ギザギザと痛い。水鏡の方が絶対簡単だよ。過ちハモんないといけないもん。月と水鏡ハマってないもん。ハモってないから大丈夫。ハモるってことは人に釣られちゃうんだよね。違う音が聞こえるから釣られちゃうから難しい。あと低い、
A メロめっちゃ低い、びっくりした。過ち私低いよ、ほんと安定しないから無理。でもめっちゃね、あのすごいいい歌、歌が上手い人がやったら楽しいかも、ああいう歌って。私はちょっとストレスハゲそう、ハゲそうえ、でも本当にストレスってハゲるからね、人って。ポニーテールするとハゲないか心配になる。え、もうハゲてるよ実際。めっちゃハゲてるよ。引っ張ってんだもんここ。なんか人って大さえもこの辺の毛って薄いんだけど、産毛だから。けど引っ張り、私めっちゃ髪の毛がサラサラすぎて、髪の毛の縛ってるのがこう緩んじゃうから、めっちゃきつく縛り上げてんの。え、だからハゲてるよもう。見たらわかんじゃん、薄いじゃん普通に空も8年間ほとんどポニーテールかほとんどハーフアップしかしてなかったら、それ薄くもなるわ、産毛だもん、切れちゃうし。あと生え癖、でもね安心して、大体みんなハゲてるからここはねここは大体みんなハゲとるよねどう隠すかよ、うんうんうん、髪の毛のさ取り方やな、人のその人のこのめっちゃハゲてるところで取ってるか、それを避けて作ってるか、人その人にもよるけど、大体みんな薄いよこの辺、薄いでしょ、だってだって産毛じゃん、ほら。だからさ、いつもさメイクさんにさ、え、私大丈夫ですかね、ポニーテールしすぎてマジでハゲてませんかって言ったら、え、大丈夫だよ、大体みんなここの毛はね薄いからね、ハゲてるから大丈夫だよってよく言われる。そういうもんなんだなって。あと私がね少ないからだと思う、毛を取ってる毛が。あ、めっちゃ飛んじゃったんだけど。でも髪の毛下ろして踊れないんだよね、邪魔すぎて髪の毛が。え、マジで邪魔じゃない、髪の毛を下ろして踊ることって。私ほんと髪の毛下ろして踊ってるメンバーマジですごいわ。もう気になって仕方ない、私髪の毛こうなるじゃん、邪魔邪魔ってなる視界良好が、視界良好がさいいんだよやっぱり。そう、やっぱスッキリでありたい。なんかこうやってなってる方がダンスは綺麗に見えんの、めっちゃ。でも邪魔、私汗かくから顔につくんだよね、こうやってべちょってこうやって汗のせいでこう、これめっちゃ邪魔。これでなんかあっこうやって踊りながらあっとか、もう これが嫌い。踊りながらなんかあっ髪の毛、これが嫌い。だったらくくって邪魔じゃない方がよくないってなっちゃうあんまり頭振らない、振らずに踊る人だったらいいと思うよ。うん、あとはなんか
ぐしゃぐしゃになってんのが好きっていう人とかでもいいと思うけど、私はちょっと半分ぐらいはくくっていたいなっていう感じ。サムネイル公演はくくるかな、下ろすことはあんまりないかもしれん。結構さ、誰が私を泣かしたとかさ、こうやってやるじゃん、こうやってあれとか結構下向いたりとか、あの何青草とかでもさこうやってやるじゃん。だからすごい邪魔だから。そう、あんまりかな。雫はね、下ろしてやったことあるよ実際。あんまり振らないからできるけど、そう、これはね結構頭振るからな、半分は食っていたいな。なんか下ろしててもなんだろう、ここは編み込みしてるみたいな、そう、完全に下ろしはないかも多分。今何しやろこれ、私何踊ってるんだろう、ここ何だっけ、この歌、この歌何だっけ、何だっけこの歌。タイトル出てこないんだけど、何だっけこれ。寂しくなかったか、なんだっけ、あの日の自分、違うか。なんだっけな、この歌忘れちゃった。この歌、あ、何を歌ってたんだっけ、忘れてた。あ、何を落としたんだっけ、忘れちゃった。あ、そう、全部ね、サビ歌はね2つしかないんやけ、なんかサビ全部振りが違うの。あ、そう、だから君が好きなのかな。そう、すごくない、めっちゃ大変だと覚えるとき。1、2、3、1、2、3。タンタンタタ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 、1、2、3、4、5、6、7。で、これ次、あ、ラブトリップか。そしたら何？あー、あの日の自分だ。そしたらアンコールか。アンコールの衣装かわいいよね、大好き。何が好きかって言われたら、このふわふわしてるのがすごく好き、かわいい。ちなみにゆりなのはラッパーになっててとってもかわいいと思います。手振りが多いからこういうラッパーになってんのめっちゃ綺麗に見えるんだよね、わかるかな。こういう振りが多いやん、だからなんて言うんだろう、このラッパーの袖があるからめっちゃ綺麗に見えるの、振りが大好き。この衣装、しかもみんな衣装の形違う、デザインも違う。長袖もいれば半袖もいるし、うちみたいななんか七分丈みたいなのもいるし、とっても可愛い。あなたがもくれるの、チャ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 パチャパ。ちやほやされても疲れるわ、そう。ねえ、また止まった？もしかして。そんなことないか。あ、動いてるわ。
みんながコメントしてなかっただけだ。ちょっと一瞬また止まったんかと思った。もう携帯の Wi-Fi 切ったのに止まるからもうかわいいよねこれ。ふわふわだし、ふわふわだよ。スカートピンク色だし、白とピンク、かわいい。この衣装かわいい。うん、ちゃちゃちゃ、うん、ちゃちゃちゃ、うん、ちゃちゃちゃ、うん、トントントン。あ、しかもこれね、セリがねないから、セリなしバージョンなんだよ。本当はセリでこうなんかなってんの、わかる？ひな壇みたいな。顔に広げて。ちゃ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 。ちゃ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 。ちゃ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 。女が嫉妬して会いたかったな、会いたかったな、会いたかったな。男が否定してくれても余計に当てで落ち着くだけ。自分の希望に絶望して生まれ変わりたいわ。てんてれん、単語なんだね、単語。あ、そっか、単語か、誕生日単語だわ。あ、やったよ、昔一回だけ。何周年だっけな、エイトの周年でやった劇場で。この衣装じゃなくてグレーの、グレーっぽい水色っぽい衣装のやつでやったよ。あの、もともと本家の衣装かな。そろそろタブレットの時代なくなってくるな。美味しそうなご飯で、できてそうで気になる。自分の家が、いいじゃん。最高だね。ちなみに私の家はご飯はまだですよ。誰も作ってないもん。ちなみにここ最近は私が用意してるから。ほんまの数日、うん、ほんとここ数日だって。それまではお互いバラバラやもんな。ビニコン、ビニコンやったから。やってって言って。私が用意してるから、私が用意しない限りご飯は何も出てこいよ。もちろん。じゃあもう手が空いとる人がすればいいやろ。いや別に空いとるわけではなかったけどな。パパパパパパパってやって。妹の方が忙しかった。うん、まあ私もこれから忙しくなるから。みんなコンビニはコンビニ、主食はコンビニ。これから毎日稽古やから。いつの話してんの、オムライスしか作れんはずだったのにって。小学生の時の話やそれ。ねるの料理美味しいよ、みんな。嬉しい、ほんまに。ちょっと見た目悪いけど、いやたまになんかあれ同じレシピなのにあれっていう時あるよな。たまにな。あと私の場合ね、基本的炒めすぎ、やりすぎ大好きやから。火入れるの大好き。なんか基本的に生みたいな、半熟みたいなのが大嫌いやから。めっちゃ火は通すよ。そぼろみたいになる時ある。
そう、火通すの大好き。だからお腹は小田さんと思う、絶対的に。野菜ですらめっちゃ入れるもん、火ほぼなくなるし。そう、でもそれが大好きなんですよね。だからもしなんかシャキシャキを楽しむのが好きとか言う人だったらもう一緒の、一緒は無理だわ。一緒にご飯は食感が味わえるような野菜炒めとか絶対無理。絶対無理、そんなもん。私がしなし、え、そう、半熟が嫌いなもんで、しっかり火は通します。うん、え、止まった、またもしかして。うん、動いとる、うん、めっちゃ時差すごいやん。動いとんの、止まった止まったってなる。まあでもそろそろショールーム終了にしよう。もう1時間経つし、充電絶対もうないわ。ぼちぼち切れる。え、止まったよ、だって。え、止まっとったよ。あのねえねえがワイヤレス開いてたけん。なんそういうことか。うん、よし、印を10歳マーニャンさん、12オカヤンさん、11アメさん、10ナッティさん、9ヤングさん、8シンドさん、7カラッチさん、6シカイシーさん、5キリアさん、4フーさん、3よ間違えた、ワイマツさん、2ヨッピーさん、そして今日の第1位はメトロポリスさんです。はい、というわけで明日からね、稽古が始まります。明日顔合わせで2日から稽古が始まって、6日サムネイル公演出ますんで、よかったら遊びに来てね。あと26日25日はあのジョンマイラブなんで、もう私忙しくなるのでね、ショールームは15分しかやらないんで毎日。まあ先に言っとくからね、みんな、ショールームはもう15分しかやらないんで、そのためにここ数日あの1時間とかやってるから、ためにならぬため配信です。ね、またどうせゲリラでやります。ちょっと明日の配信時間わかんないです。明日何時から顔合わせで何時に終わるのか、ちょっとまだスケジュール来てないんで知らないのでわかりませんわかりません、明日の予定わかりません。まあゲリラでやりますんで、みんな通知オンにしといて、ショールーム始まったなと思って遊びに来てください。よろしくお願いします。てなわけで、また明日から6月ですけども、6月は忙しいということで頑張っていきましょう。ではまた明日、バイビー。